まあ先ほどまでの流れを見ていただければ分かるけど、俺ら地上4階に違う、あそこいます状態で、階段の近くにいるわってラインが今来たので、多分あの3階あの展望フロアの一番下のところあの窓のラインが3個あるし一番下だろうね。でこれはそうかってだけ打ちました。帰ってくるからなんか。さすがの星野もね。俺らがまさかエレベーターで降りてきたとはね、踏んでいない。ひどいよね。じゃあ今一生懸命星野は多分 LINE を打ってるだろうから、ここで電話をかけます。スピーカーでかけよう。もしもし。どこ星野階段のところ。どこの階段？あの下に降りるところの階段。あれ3段目のうちにどこ、一番最初に来たのエレベーターのところじゃん。ああ、一番最初のところの階、3階一番上。そうだね、一番上か、一番上のところか。一番上、ああ俺がトイレ行ったところか。俺がトイレ行ったところのフロアでしょ。あ、そうそうそう。うん。じゃあ合流するしますか。あ、そろそろ。うん。あ、また。行ってもさ、あ、じゃあ俺とクロさんで動画撮れたからまあよかったんだけどさ、結果的に置いていく形になったけど。あ、いやまあ置いてかれるの分かってたから。うん。つってもさ、ちょっと事情があってさ、俺はさ、今お前を迎えないんだよね。何？二つ下もしかして。星野？俺ら、地上？帰りやがったから。星野？帰りやがったから。星野？今星野の姿が、骨組みをずっと上に見てって上の展望デッキで見える。じゃあ俺にはいいよな。今あのなんかさ、お前がさ最初の時にさあのスカイツリーのさフィギュア折った感じわかる？お前がスカイツリーのフィギュア折った時の景色わかる？あんな感じで俺らは今お前の場所を把握してる。とりあえず俺は降りりゃいい。うん、要するに今俺らはお前の 350m 下にいるんだよ。ああ、わかった。うん。じゃあね、待ってんね。以上。See you next time. Tomorrow. Yeah. なんか一言あります？星野。なんか一言あります？締めの一言あります？締め。じゃあね。バイバイ。消した。は、は、地上。あ。降りてくんのかな、あそっから。